うげえ、雨かよ。行ってきまんもす。俺の名前は外面よしはる。高校の教師をやっている。あーマジで行きたくねえ。隕石でも飛んできて破壊してくんねえかな。そしたら隣の筋肉バカの話聞かなくていいし、クソガキどもも全員ぶっ飛ぶような。おっと、あぶねえ。うちのクラスの雨宮か。タクドンくせえな。大丈夫か雨宮。立てるか。は、はい。よいしょっと。痛いところはないか。はい、大丈夫です。あ、ありがとうございます。ねえ見て、外面先生優しいよね。ああいう大人になりたいよな。ね。本当にいい先生よね。先生近い。生徒から向けられる羨望の眼差し。ああ、気持ちいい。ん？雨宮？どうしたんだい？顔が真っ赤だけど熱でも。もうダメ。え？おい雨宮、しっかりしろ。ああ、クソ疲れた。朝から最悪だ。外面先生、おはよう。先生聞いたぜ。倒れた女子を運んであげたらしいっすね。マジかっけーすわ。おかげで明日は筋肉痛だろうな。はははは、情報早いな。ほらみんな、チャイム鳴ったから教室戻りなさい。はい、はい。人からよく思われたい。そういう感情は、誰にでもあるだろう。だけど多分俺は、それが人一倍強いんだと思う。よし、言ったな。本当の俺は、みんなが思うほど尊敬できるような人間ではない。俺は金出せや。他校の生徒か、なら俺には関係ねえや。オフでめんどくさい偽善行為は絶対にしない。性格もゴミ。いつも自分を偽って生きている。見てください、外面先生。私の筋肉を。わあ、すごい。おお、外面先生、興味津々ですね。どうですか？今度の休みに一緒にトレーニングでも。え、いやー、はははは、絶対やりたくねえ。なんか、吉春って思ってたのと違う。悪いんだけどもう付き合いないや。ねえ。なんでそんなだらしないの？どうしました外面先生、ぼーっとして。いえ、なんでもないです。うっかり気を許して本性を明かしたことがあった。そしたら拒絶された。まあでもその気持ちはわかる。だって自分でもそう思うから。俺も俺みたいな人間はごめんだってな。あ、雨宮復活したのか。一応心配してる感だけ出しとかねえとな。雨宮、体調はもういいのか？うん、雨宮？雨宮雫。ヒャンってなんだよヒャンって。もしもまた体調悪くなったらすぐに先生に言うんだぞ。それでは昨日の続きから、教科書11ページを開いて。じゃあ、この英文の問い誰かに答えてもらおうかな。できる人？いねえか、うんじゃねがあったやつでいいか。今目があったな雨宮、できそうか？はい。まだ、さっさとしろよ。せめてなんか書け。まさかわかんねえのか？じゃなんてさっき入って言ったんだよ。もういいから、わからないならわかりませんくらい言えよ。こっちから声かけられるの待ってるのか？そうやって黙ってもじもじしてたらどうにかなるとでも思うなよ。そんなんじゃこれから先やってけねえぞ。たく、今回だけは多めに見てやろう。雨宮、まずは一緒に訳そうか。ごめんな、ちょっと難しかったよな。これ今度のテストに出すからみんなもちゃんと聞くように。あいつスマホいじってる。寝てるやつもいるな。あの二人は内心点めちゃくちゃ下げとこと。はぁ、あマジでクソだりーな。帰って寝て。早く休み来ねえかな。はあ、今度の休み久しぶりに朝からパチンコ行くか。そう思えばなんかやる気出てきた。うわ、最悪、もう夜じゃん。完全にやらかした。せっかくの休みが寝て終わっちまった。
確か昨夜寝る前に話題になってる漫画試し読みしたら止まんなくなって徹夜で最新15巻まで読んだんだっけ。失われた時間を悔やんでもしゃあねえ。とりあえず何角を。なんもねえじゃん。ゲハハハ、それ本当？おい大学生の妹、コンビニで弁当買ってこい。ハキモ。うん、なんでもない。じゃあまた明日ね。ちょっと、電話中に話しかけてこないでよ。ああすまんすまん。で、コンビニ行ってきてくれる？釣りはやるからさ。ふざけんじゃないわよ。こんな時間に可愛い妹にコンビニ行かすとかありえないんですけど。変なのに襲われでもしたらどうすんの？なんかお前は大丈夫な気がするけどな。はぁ？てか何よそのケラモノの靴下。毎日毎日履いてんじゃないわよ。今靴下は関係ねえだろう。っていうかさ、なんで戻ってきたの？は？この前まで一人暮らししてたでしょ。あんたと同じ空気吸いたくないんだけど、出てってよ。やだよ、ここ職場から近いし、あらゆる面倒くせえもんから逃れられるのに出てくメリットがない。それにちゃんと家に金入れてんだからいいだろう。義務は果たしてるはずだ。こんばんは、回覧板です。どうもご苦労様です。ほんと外面だけはいいんだから。お前もな。でっか。これは買いだな。あ、毎度ありがとうございます。先生こんばんは。こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。あんアメリア？はあ、びっくりした。ここね。いえ、私は大丈夫です。驚かせてしまってすみませんでした。先生、今先生って言ったか？先生もこの辺に住んでらっしゃったんですね。私、先生とご近所さんだったなんてとっても嬉しいです。なぜだ、なぜ奥モードなのに俺だとわかる。いつもと全然ちげえだろう。外すら先生、もしかして人違い？あ、やっぱり先生だ。先生いつもゆくざくもの靴下履いてるもん。君は誰かな？さっきから俺のこと先生って呼んでるけど、それ人違いだよ。ここは別人で貫き通す。そんなわけありません。私が先生を誰かと間違えるはずないです。俺は君なんて知らな。どうして知らないふりするんですか？外すら吉春先生。フルネームで呼ぶな。人違いったら人違い、さらば。行っちゃった。へい、そこの可愛い子ちゃん、俺らと一緒に踊らない？ひえ。事件とか巻き込まれたら後が大変だもんな。送る。え、先生ありがとうございました。だから先生じゃ。はあ、ガキはクソしてさっさと寝ろ。これでわかったろう。外面先生はこんな汚い言葉絶対に吐かない。よって俺は先生じゃないってな。外すら先生。先生、昨日はありがとうございました。これ手作りのクッキーです。よかったら召し上がってください。昨日は何のことかな。ちょっと覚えがないんだけど。あれか、この間倒れた雨宮を保健室まで運んだお礼かな。ははは、あれは昨日じゃないぞ雨宮。それもですけど、夜に、昨日の夜にコンビニでお会いしましたよね。送っていただいてありがとう。とりあえず場所移動しよっか。はあ、君は何を言っても俺だって断言してくるから言い訳するのはもうやめるよ。あ、それとこういうのいらないから。雨宮、昨日のこと誰にも言わないでくれる？俺がプライベートではあんな感じだってさ、嫌なんだよね、知られるのが。いつもちゃんとしてる外面先生が本当はだらしないやつだって知ったらみんな幻滅すんだろ。私は別に幻滅なんてしませんでしたけど、むしろ知れて嬉しか。嘘つくな。すまん、いきなり大声出して。とにかく黙っててくれよな。私、
は誰にでも裏と表ってあると思うんです。例えば私、このクッキー、あたかも自分が作ったように振る舞いましたけど、実はほとんどお母さんに作ってもらったんです。自分では上手に作れなくて、ちょっと見栄を張ってしまいました。先生もこれと同じじゃないですか？同じかもしれないな。だけど俺の方がもっと陰険だ。先生は自分のことがお嫌いなんですか？そうだな、よくは思ってない。とにかく雨宮、誰にも言うなよ。言ったら内心めちゃくちゃ下げるから。外すら先